2006年日本の補欠選挙では、日本の立法府である衆議院と参議院の議員を補充するため2006年に行われた補欠選挙の結果について取り上げる。補欠選挙は、議員が辞職、あるいは死亡したこと等で、欠員が生じた場合にその欠員を補充するために行われる選挙である。2000年の公職選挙法改正によって、 衆議院と参議院の補欠選挙は4月と10月の年2回にまとめて実施されている。なお補欠選挙の期日については、公職選挙法第33条の2において以下のように定められている。衆議院1選挙区で補欠選挙が実施された。衆院2選挙区で補欠選挙が実施された。出典第44回衆議院議員補欠選挙候補者。 一覧座、選挙公職選挙法違 u が法令検索、亀井義幸元農賞が死去、自民党衆議院議員マイナス2006年5月12日付47ニュース、西田武志氏死去、財務政務官、自民党衆議院議員マイナス2006年6月8日付47ニュースこの記事は、以下のカテゴリーでも参照できます2006年衆議院、千葉県第7区補欠選挙に関するカテゴリー、 2006年衆議院、神奈川県内16区補欠選挙に関するカテゴリー。2006年衆議院、大阪府第9区補欠選挙に関するカテゴリー。ありがとうございます。